ハロー、タチャハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、シーズナルイベント後人祭2021撮っていきたいと思います。さて本日はいちかさん、まゆさんが一緒に遊んでくれるということで、ボイちゃんの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけでグループポーズを終了します。というわけで、パーティーリーダーを移乗します。いつの間にこの人たちはでも関係ないのか。なんかね、この人シーズナルだから、なんかクリアしたら変えるんでしょうな、ここから。はあ、はあははあ。もうこっちの。でもここまた可愛いね。ね、お正月。飾り付けが可愛いね。お正月だよ。若干雪だるま感あるけど。かかりました。うん、牛奉行さん、今年牛ですね。話しかけていきましょう。じゃあレベル15クエスト、牛と暴れ餅と後人祭。本クエストは期間限定のクエストとなります。アフトカースルの牛奉行は冒険者に後人祭への協力を頼みたいようだ。チュチュ。ほほう、その並々ならぬ立ち居振る舞い、この地に住まう冒険者殿とお見受けいたす。少々拙者の話にお付き合いいただきたい。拙者は牛奉行と申す。エオルゼアの方々と後人祭を祝い、親睦を深めようと品菓子の国よりまかり越した。新たな季節の幕開けを祝う後人祭、この地では十二神の中から新たな主神を選ぶと聞くが、東方では神ではなく獣を選ぶ習わし。こたびの季節を司るのは牛、つまり牛のこと。それゆえこのように牛をかたどった兜をこしらえ、東方の文化を伝えておるのだ。時に冒険者殿は餅つきをご存知か。なんという、餅つきなら知っている。餅つきって何のこと。知っている。その餅つきって我々の知ってる餅つきですかね。あ、うん。なんと餅つきをご存知であったか。貴殿は東方の文化にも詳しいのだな。これは好都合。今回の後人祭では力自慢の御頭に餅つきを行わせ、できた後人餅を振る舞おうと思っていたのだが、町の外にある餅つきの会場から後人餅が一向に届かんのだ。餅つきを取り仕切る餅代官の言葉によれば、後人餅はとうに完成している頃合いだというのに、このままでは祝祭を始めることができん。そこで冒険者である貴殿に頼みたい。準備でこの場を離れられぬ拙者の代わりに、早く後人餅を届けるよう餅代官に伝えてはくれまいか。いいでしょう。おお、ありがたい。しかし一体何を手間取っているのやら。問題が起きていなければいいのだが。ぶもうぶもう。お墓丸よ、お主、冒険者殿についていきたいと申すか。冒険者殿、この若丸は人の言葉を理解できるほど賢い毛長牛だ。決して邪魔はせぬゆえお供をさせてほしい。ぶもう。餅代官はゼファーリクモンの南東にある餅つきの会場にいる。すまぬがよろしく頼んだぞ、冒険者殿。はい。ぶもう。というわけで受けました。はい。というわけでゼファーリクモンか。ゼファーリクモンって、うん、そこどこじゃっけ。最初の頃は世話になり申したな。違うな、今ちょうどその話してたらもうやってるね。やってるね。今もう、うん、あれかな。ね、こっちの方、うん、違う、これ違うな、これは違う、うん、私が結構あのこれはシープやな。餅、こっちあれか。え、餅じゃない。いや、ん、いや、これ餅っ
だよね。多分餅だよね。餅だね。ここに餅大官いるよ。こいつだよね。このこの状況、どう見ても昨日私抜き殺されたゴズじゃないですか。どういう状況これっていう。ここにクエスト受注あるよ。よくわからんけど。ね、あ、こいつじゃあ、うん。話しかけ？でいい？あ、大丈夫。オーケーオーケー。はいはい。ちょっと私バディ。おや？後人餅の餅つきを見物に来たってか。ちょうど準備が整ったところよ。わざわざ東方から連れてきた力自慢のゴズもやる気満々ってだもんよ。さあさあ追っ始めるとするかな。さあ餅つきを見学するも見学じゃなさそうなんだよねこれ。見学じゃないだろう。じゃあはい、あ、うん、見学、そうだね。とりあえず、うん、レベル進行して10か。いけるかこれ。あ、ゴズに注意しながら、あ、え？待って、なんか不穏だぞ。あ、そこ AOE。 うん、切り分けよ。あくまで攻撃するのはこいつでよし。いやそうでも固くない。これもっと大人数でやるもの。ゴズは攻撃できなくない？してくんな。いや、ゴズじゃない。餅を攻撃だね。でも餅を攻撃でいいだよね。うん。ゴズは、もう。ゴズの AOE を避けながら餅を攻撃。はぁ。と見た。ゴズはどうしようもないので、もう、そっと。怖いと思う。これ攻撃手段があんまりない。なんか AOE が、おっとこれ傾くんな。そう、ここ近い。そこか。槍が投げれないんだよな。おめ、変なの切っちゃったかな。あ、このちっちゃいのはやらなきゃいかんのか。うん、待って、槍投げれないって結構しんどいね。飛び道具が使えないっていう。ん？来るんだが、うん、おや、他の人も、助けに来てくれた。私のチョコボが死ぬかな。そうや、ごめん、チョコボ出し忘れてる。あ、ちょいちょい私違うの不評な。これレベル5のクエストじゃないよねこれ。これ本当にさ、どれ、うん、レベル5の人がさ、うん、来たら死ぬよね。そうだね。鬼だなと思ってこれ。あ、なるほど、今鬼に行ったな。ここ私のチョコボが死んでしまう。おお、でこれ苦手だな。この時間差 AOE みたいなやつ。待って、あ、まだ用いた。もうちょいなんだけどね。またいらないもん拾ったな。ああ、
意外とね周りの木が邪魔っていうね、うん、いいんだけど自分が当たればいい当たればなんとかなる。あれちっちゃくなった。うん、だいぶダメージ入ったからじゃないかな。うちのとこはそれ死ぬぞ多分。オッケー、やったで、これで、え、あ、なるほど。落ち着いてくれ。もう、正気を取り戻してみてえだな。さあ、帰るとするぞ。ん？で、これ我々は、リムサロミンサの牛奉行に報告。あ、ほんとだ、うん、ちゃんとチェックマークが去っていく。なかなかに、うん、意外と消えないね。ねえ、あ、消えた。さて、リム様で戻ってまいりました。では、報告をしていきましょうか。はい、ほい、はい、じゃあ牛奉行さんに。戻ったか、冒険者殿。若丸と餅代官は。今戻ったぜ。おや、手を貸してくれた冒険者殿じゃねえか。ちょうどいい、一緒に報告を聞いてくれ。うん、若丸ってさ、活躍してた、うん、いたかな、いたかな、うん、うん、なんか動いてるのあんまり見てないんだけど。よし、じゃあ、なるほど、動く餅が薄ごと麹餅を取り込んで巨大化、大暴れしたところを冒険者殿が切り分けてくれたと。その通りで、牛奉行も前任者から話は聞いているだろ。冒険者殿は前回も協力してくれたんだったな。霊言新たかな大天山の霊泉を使った動く餅のことを覚えているかい。すべて切り分け、なくなったはずの動く餅に生き残りならぬ切り分け残りがいたんで、その切り分け残りが今回の騒動の原因ってわけだ。何にせよ冒険者殿のおかげで麹餅を再び切り分けることができた。助かり申した、感謝いたす。ブモさて、世話になった礼と言ってはなんだが、拙者と同じ牛をかたどった兜を用意したので冒険者殿に受け取っていただきたい。それと、もし冒険者殿に時間があるなら、もう一つお願いしたい儀がある。というのも、今回の功労者である貴殿にも町の人々へ麹餅を振る舞ってほしいのだ。そいつはいい考えだ。きっと町の皆様方も喜んでくれるぜ。ブモー。もし受けてくれるなら、この後でもう一度拙者に声をかけてほしい。よろしく頼んだぞ。ブモー。へー、一つ選択。うん、悩むね。私ね、あの試着してみた。あ、そうかそうか、試着。そうで、試着してみて、あ、こ使わんけどこっちかなっていう。あー、悩むなこれ。使わんけどなんか似合う似合わんってあるじゃん、やっぱ微妙にさ、うん、まあでも、うん、どうせならこの漆が入ったやつにしとくかな。コンプリート、クエストコンプリートで、でだ。ん？ A5 ランク。あ、牛の肉ってことね。そう、牛の肉のランクっすよ。ひどいな、これ。まさか若丸？ブモー。違った。さて、荒神祭2021、ここまでにしたいと思います。次回第2回は、
こちらに出ている続きのクエストを受けるところから始めていきたいと思います。では失礼します。